ピケンズ郡はアメリカ合衆国アラバマ州の西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は19746人であり、2000年の2949人から5.7%減少した。郡庁所在地はキャロルトン町であり、同郡で人口最大の都市はアリスビル市である。基本的にアルコール飲料の販売が禁止されている。 ドライ軍だが、キャロルトン氏とアリスビル氏は、それぞれ2011年と2012年の住民投票で販売が認められるウェット氏になった。ピケンズ軍は1820年12月20日に設立され、軍名はサウスカロライナ州の出身で、アメリカ独立戦争の英雄となったアンドリュー・ピケンズ将軍にちなんで名付けられた。1830年、郡庁所在地が、 ピケンズビルからキャロルトンに移された。キャロルトンに建てられた初代軍庁舎は1865年4月5日に北軍の将軍ジョンティ・クロクストンの部隊に焼かれた。二代目軍庁舎も1876年11月16日の火事で消失した。この時放火が疑われたが実際に犯人が逮捕されたのは1878年1月になってからだった。前科のあった アフリカ系アメリカ人、ヘンリー・ウェルズが逮捕され、1877年に建設されていた新しい建物の屋根裏部屋に閉じ込められた。伝説によれば、ウェルズは自分を公主刑にするために集まった群衆を屋根裏部屋の北窓から覗いていた。その時近くに雷が落ちて、ウェルズの苦悩に歪んだ顔を窓ガラスに焼き付けた。この窓の下側右手のガラスには、 今でも顔のようなぼんやりとしたイメージが見られる。1998年4月8日、軍内でスーパーセルの雷が藤田スケール F3 の竜巻を生んだ。この突風で二人が負傷し、移動住宅を含む5個の家が損傷を受けた。竜巻はホールマンからノースポートの北まで17マイルを移動した。このためにさらに24個の家屋と13個の移動住宅も破壊された。 その後同じスーパーセルの雷が、藤田スケール F5 の竜巻を生み、ブラックウォリアー川に近いタスカルーサ市北東部を襲った後、ジェファーソン軍に入って、オークグローブ高校を破壊し、その過程で死者32人を出した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は890.05。 平方マイルであり、このうち陸地881.42平方マイル、水域は8.63平方マイルで、水域率は0.97%である。主要高規格道路鉄道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内にはアリスビル博物館と文化センターがあり、アリスビル第二次世界大戦捕虜収容所で制作された。 工芸品を収めている。その他、アリスビルコ、トンビックビー川があり、またマクシャンのマクシャン邸宅もある。ありがとうございます。